はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちら中国から直送されてきた Apple Watch シリーズ4用とされるですね、ガラスフィルムなんですけどもね、そちらをねちょっとねチェックしていきたいと思うんですが、スペシャルイベントのね日程も発表されましてですね、まあその中で Apple Watch もシリーズ4というね、まあ新型が出るんじゃないかとね、まあ噂されていますけどもね、まあそれ用とされるガラスフィルムということでね、こちら出てまいりましたけどもね、まあ確かにウォッチの絵が描いていますけどもね、ただ裏見ると文字が何も書いていません。でこちらね、日本の Amazon でね購入して、まあこんな感じのね、まあ画面の、まあ、写真でですね、まあ買ってみたんですけどね、今日はまあ、 直近の噂とですね、こちらのガラスをね、まあすり合わせみたいなことをねやってみたいと思っております。はい、それではですね、まずは噂のまとめからですが、直近で記憶に残っているものといえばこれかと思いますよね。8月30日に 925Mac がですね、まあ、独占でマーケティングイメージの正式なものを入手したとしてですね、この画像を公開したわけですけどもね、まあ、ベゼル縮小で 15% 画面が拡大したりとかですね、表示項目がね増えた文字盤、そしてデジタルクラウンの赤が控えめになったりとかですね、マイクの穴が追加、そしてバンドの互換性は過去のものとありますよと予測しているというね、まあそんな記事でしたけどもね。でまあその後だとですね、まあこれウェアラブル全般の、まあ、調査のね結果ですけども、9月4日にですね、まあ、IDC という調査会社がですね、2018年の第2四半期4月から6月ですよね、まあ、こちら の、まあの統計をねまとめたということでですね、でまあ、世界のウェアラブル出荷台数は2790万台で 5.5% 増というところでですね、まあ、その中で、まあ、Apple は470万台でですね、まあ、これ 17% のシェアを取って1位を獲得したということで、38.4% 増えたという、ね、ことのようですよね。まあ、それ以下、2位が、まあ、シアオミ、そして3位がフィットビット、ここがですね 21.7% も落としているわけですよね。で4位がファーウェイで、まあ、こちらはなんと 118.1% 増ってことだから、まあ、トータルでいうと 218.1% になったってことですよね。まあ、あとはですね、これ意外なのが5位にスポーツウォッチの老舗ガーミンがですね、まあ、検討して5位に入ったということでですね、まあ、サムソンはねその下っていうねことのようですけどもね、まあ、こんなようなね結果が発表されまして、まあアップルはね非常に頑張っている、まあ、そういったねところでしょうかね。それで9月4日同じくですが、イギリスのデイリーエクスプレス紙がですね、まあ、先ほどの8月30日の 925Mac のリークを受けてですね、記事をアップしていますね。で、まあ、その中で、まあ、特徴的だったのはですね、そのアップルが出した特許に基づいたね、まあ、この有機 EL OLED の焼き付き圧縮機能にね言及したということでですね、まあ、そのまあ、OLED はですね、まあ、焼き付きがあるということでですね、まあ、耐久時間が少しね、短いということも指摘されていますけども、まあ、それをまあ軽減するというね、まあ、技術を特許で登録していたということでね、まあ、なんかストレージを圧迫することからね、その効率化が望まれる機能だったということなんですけどもね、まあ、このユーザーにとってね目立たないようにね調整する技術っていうのをまあ Apple が出していてですね、まあそれがですねシリーズ4の、まあ、これ今の常時表示しないじゃないですか、腕をこう上げないと出てこないんですけど、まあそれではなく常時表示する機能として搭載されるんじゃないかみたいなことをね、まあ、このデイリーエクスプレス紙はまあこれね、まあ、書いていたというねことですけどもね。でまあ遡ること8月27日にですね、例のリークの写真を出した925Mac はですね、まあ、このシリーズ4についての噂をまとめてたんですよね。でまあそれによるとですね、まあ、これは初代以来初の大幅設計の変更だったことでですね、まあ、このシリーズ4はかなりねその設計自体を大きく変えてくるという、ね、ことですよね。それで、まあ、細ベゼルによってですね、画面が 15% 増。で、まあ、これ具体的にね、このインチサイズなんかもね、表示していますけども。
でにもかかわらずボディサイズは据え置きで、画面の角はねカーブをねするというね、そんなようなことが書いておりましてですね、まあ、あとはサイドボタン、デジタルクラウンが、まあ、タプティックエンジンというですね、実際にはくぼまないボタンに変わるんじゃないかというねことを予想していて、まあ、それが防水機能の強化と、まあ、内部のねスペースの拡大につながるんじゃないかということを言っていますよね。で、まあ、あとは心拍数の計測が改良されですね、でプロセッサーは S4 と呼ぶ可能性が高いけども改良点は不明としていますよね。でこれちょっとね我々にとって嬉しいのは価格がですね、セルラーモデルで329ドルからとね、まあ、値下げを予測しているんですよね、まあ、そして発表は9月、発売も9月としているというね、まあ、そんな記事がねあったわけですよね。それでまあその記事をね踏まえて、この今回ね、入手したガラスをねちょっと開けて見てみますけども、まあこちらね裏面に何もシリーズ4とか書いてないあたりからですね、ちょっとね怪しいなと思い始めながら開けたわけですけどもね、でこれ出てきました。まあ製品としてはねちゃんとこの取り付けキットなんかもねついていて、でまあこれで掃除してからつけるっていうねことで、まあちゃんとした真面目な製品ではあるんですけどもね。でこちら肝心のガラス本体ですが、なんとなくこの透けて見えるシルエットからですね、何か怪しいものを感じているのですがね、やっと出てきましたこちらですけどね、あれなんかこれちょっとベゼルの幅太すぎねえかっていうね感じでですね、どうもこれは本当に噂されているシリーズ4用なのだろうかというね感じで見てください。これかなりねこの黒い部分太いじゃないですか。だからまあこれ見た感じではね、その細ベゼルになったっていうもの用にはね思えないわけですよね。どうも怪しいな。それでこちら肝心のアプローチシリーズ3ですけどもね、ちょっと写真表示をして、まあ、最大表示にした感じですね、まあ、上に乗っけてみようと思うんですけどもね、これね乗っけるとね、どう見てもねこれ同じ大きさなんですよねシリーズ3とね。でこの真上からねちょっと見ていただくとこういう感じになるわけです。大きさがほぼ同じに見えます。で重ねてみてもねこれなんかねこうほぼ同じっぽいんですよね。ちょっとすいませんね光っちゃってますが、角度変えるとねこういう感じでね、なんかね幅はね同じ、ちょっとなんか大きいのかな、なんだけどどうもな、どう見ても同じ大きさにしか見えないということでね、これはおそらく前のやつ送ってきたんだろうなシリーズ3用のやつ。でちょっと具体的にね、これ幅と縦とね測ってみますけどもね、これガラスのやつが 25mm なんですよね。それで縦を測るとこれがまあ、ちょっとね見づらいですけど後でちゃんと測ってます、 30.5mm だったんですよね。それでこちらアプローチ本体の方シリーズ3、これがね横幅が 24.5 なんですよね。だからこれよりね 0.5mm 広いのか。で縦の方を測ると、なんとねこれシリーズ330.5 だからね、これ縦は同じサイズっていうことでね、まあやられましたね。この写真をね、まあこれ目印にね購入してみたガラスでしたけども、実はこの商品ページ2枚目の写真はこんなのが載ってたりとかしてね、で3枚目の写真もこんなのが載ってたりとかして、4枚目もこんなのが載ってたりしてですね、結局どうもね、まあフライングで前の商品をね名前だけ変えて出したものかなっていうね感じがしますけどね。ただまあ噂でね細ベゼルになるって言われてるだけなんでね、まあ現段階ではこれおかしいだろうってまあ言えないわけでね、まあちょっと噂を信じるのかこの製品を信じるのか難しいところになってきていますけどもね。
まあ、ただね、まあ、個人的に希望的観測を言うとね、まあ、こちら、まあ、正式なものが出た時点でね、ちょっとこれ違いますよって言ったら変えてくれる可能性はあるのかなって思いますけどもね。ということでね、今日はアプローチシリーズ4の噂と、噂用とされるガラスをね入手してみましたけどね、まあ、ちょっとね期待外れの結果になったかなっていうところで、まあ噂の方を信じてね、まあ、9月12日を待つっていう感じでしょうかね。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。